ガーロンズファンの皆さん、今日のヒーロー勝ち取ったのに高橋宏夢です。高橋さん、開幕戦見事に勝利、今の気持ち教えてください。いや、はい、嬉しいですね、はい。あの場で満塁で打席が回ってきました。どんな思いで打席に入ったんですか？いや、もうなんとかするしかないと思って、打席に立ったんですけど、まあ、最高の結果になってくると思います。日本戦打球が抜けていた時、高橋選手一塁回り手前で叫んでました。どんな思いだったんですか？今映像もちょっと出ていますが、改めてどうでしょう？恥ずかしいですね。あのガッツポーズ、なかなかその、わからないです。はい、嬉しかったです。そして、これも高橋選手に聞かなければなりません。今日は開幕投手、小笠原投手、145球の熱投でした。僕たちが、ね、もう少し点取ってあげれば、早く投げたと思うので、はい、頑張ってたと思います。はい、これ見事にドラゴンズ開幕戦勝利、そして集まったファンの声援、ミスターですが、響き渡りました。どうもありがとうございました。力になってますし、まだ始まったばっかですけど、1年間よろしくお願いします。今日はそのファンの皆さんが開幕、奥川選手が打席に入るときはチャンステーマを流して選手の皆さんを後押ししました。これ1年間、ドラゴンズの逆襲が始まると思います。1年間の抱負、ぜひファンの皆さんにお願いします。はい、開幕戦いい形で勝てたんで、まだまだ長いですけど、1年間、はい、頑張りたいと思います。頑張れ。見事な拍手タイムリー、勝負の高橋俊平選手でした。お疲れ様。
ますようお願い申し上げます。皆様、武装対応にご協力いただき誠にありがとうございます。お忘れ物、落とし物などございませんよう医薬品をご確認の上お仕事の様子をご覧にご覧ください。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。ありますけども、3年間、無駄に応援してもらいました。
Thank you.